どうもデジャブ編集部ゲンジです。そしてはい、東海編集部員の橋まみです。さあというわけで始まりました、つか、はい、今回で最終回ですよ。大鳥にふさわしいんじゃないですか、はい、本当ですか。ちょっと荷が重いな。さあでも泣いても笑ってもこれで最後でございますが、はい、橋まみちゃん、はい、2回目ですから、はい、あなたが自分で考えて自分で回していくんですよ、うん、早速ですけど任しちゃいますからね。お願いします。まあもちろんやばいと思った時はもうやばいと思った時捕まえる。はい、今日はですね、前回ヒゲさんにあのドロー判決をしていただきましたので。そうなんですよね。お願い、ドロー。あードローということで持ち越しました、はい、それを今回私が終わった後にジャッジすればいい、そういうことですね。そうです、はい、どんな絵作りするの今日は。勝負だ。何勝負するの。出玉対決です。あ、定まで。あ、そうです、ね、定ま対決ね、わ、はい、かりました、はい、定まで対決して、はい、勝った負けたで何かすんの。まあ一応願い事を、勝った方の言うことをなんか一個聞くみたいなやつ、はい、そうです。何でもいいの。まあ許容範囲。まあ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 、まあ、常識の範疇でな。わかりました、はい、俺勝負事になったら結構しっかり打っちゃいます。いいですか。ガチガチのヒゲさん。ただ勝負といっても、はい、実践するホールプレイランドキャッスル熱田店ですよ、はい、しかも今日、はい、12月30日もう年末の連休入ってますからね、はい、いつも抽選多い熱田店、はい、今日もっと多いと思います。そこから勝負は始まってる。車がすごいから多分今日は1000人クラスは間違いないと思いますんで、はい、勝負にはね向いてません。まあそこも運です。いやいいんですね、わかりました。じゃあこの状況でございますが、さだま勝負ということで、はい、じゃあ、はい、最終的に俺は決めなくていいの、そのおっぱい演者か。ただのおっぱい演者か、勝てばもうそれは俺関係ねえじゃん。まあ、じゃあヒゲンジンに、はい、こんだけ長くねこの業界にいたヒゲンジンに、はい、立ち回り勝負でさだま勝ったらもう私はただのおっぱい演者じゃありませんという、何よりの証拠だということでいいですか。まあおおよそ。この後抽選でございますが、はい、元気よく楽しくやっていきましょう。ちなみに私ヒゲンジンの2023年最後の収録になりますから、はい、やっぱりね最後はね優秀の美を飾りたいなと私も思っておりますので、はい、全力でゲチョゲチョにしてやるから。あー分かりました。多少のね忖度していこうと思いますので、はい、皆様最後までご覧になってください、はい、さあというわけで今回も頑張っていきますよ。あつかーおしまみちゃん、はい、運命の瞬間が来ましたよ。おはようございます。よろしくお願いします。お願いします。うわ939だぞ。ごめんなさい、これはチャンスだ。せらない。あー全然チャンスじゃない。いきます。えい、まあ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 、ワンチャン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 いきます。はい、こういう感じでした。おはようございます。おはようございます。まあさすがの乙女、もう埋まっちゃってるや。バルブレイブにします。おはようございます。さあ私も入場番が回ってきましたよ。さあ今日もカバネリはパンパン。クトも開いてないのか。へえ、スマスロなんか開いてない、何にも開いてないや。そしたら裏側がたまに入ってるから。さあ私源氏散々ですねさまよいましたが、最終的に、もう奥角のファンキー2座ります。それでは行きましょうか。はい、お願いいたします。私は朝一はファンキー2でございます。はい、取った理由はね、苦肉の策です。苦肉の策。空いてない中で、はい、まあ選択肢が少なかったんだけど、はい、このねファンキージャグラー2の後ろがさ、はい、一大バラエティなのよ。増大したとか寝台で入れた、あああの、ギラギラ爺様とか、はい、逆者とかアクエリオンとかがあるんだけど、はい、でこれが奥角に設定されたのね、設置されたので
で奥角ってちょいちょいやるじゃない。はい、ありますね。この前も強かったでしょ、はい、で普段みんながここ狙わねえだろうっていう遅番の人が取る場所ってよく入れるわけよ、はい、で機種増大した機種もそんなにみんなが狙う機種じゃなくて、はい、遅い番号の人がこれ結果取ったんだけどさ、はい、これが後から店内状況の時にこんなとこ入れてんのって言ったら面白いじゃない。そうですね。でそこで多分この一大バラエティは入れる可能性がゼロじゃないなと、はい、で奥角に入れてる時の法則として、はい、その入れてた機種の背合わせの機種もこう入ってるんだわね、うんうん、見栄えが良くするために、はい、でその背中にあるのがファンキージャグラー2です。まあ今言ってるのはちょっと望み薄だと思いますけども、はい、今までの傾向に少しでも沿う狙い台にしようと思いここにしました。はい、はい、いやーもう黄色信号なんだよな。で今僕が言った理論で、はい、ここに設定が入るんだったら並びで入るんですよね。そうですね。だからこの端から5台ぐらいのもう合算確率を出せばいいんですけど、はい、角から5台今のところレギュラー 1回も引いてないですよ。しかも大セットする間にみんな結構回されてるんで、はい、もうみんな400回転ぐらい回った状態でかこの端から4台合わせて1台もレギュラー引けてないんで、これはですね僕はもうやめます。あ、立ち上がりを見て、うん、もうこれはないですね。でここに1台だけ入ってるファンキージャグラーの高設定を狙うのは、はい、ちょっとあまりにも、はい、立ち回りとしてはね幼稚。なるほど。それはないよ、うん、というわけで私ファンキージャグラーやめます。60回転、はい、ただ最近ちょっとバルブレイブ調子悪くてうまくこの子のポテンシャルを生かせてないので今日はちょっとなんとか年末のけじめにご挨拶を しに来ました。バルブレイブちゃんに。さあ私は早速剣でござる。赤ねんだよな。でもそうですね、いやマジで空いてないわ。すごいっすよ、うん、本当にね全機種全台埋まってます。本当ですか。アキダイは僕が辞めたファンキー、あ埋まった、全台埋まった。辞めた瞬間に埋まったわ。いや今1台も空いてません。2枚目いきます。いやいいよ、おしまいじゃん、どんどん入れなさい。ブブブは結構打ってるもんね、おしまみちゃんね。そうですね、割とイメージあるよ。え本当ですか、嬉しいな。デフォルト、あ朝一チャンスゾーン決めれないのは結構きつい。でもアクセル結構してレアク結構引いてたんでまだ投資的には1万4000なので、まあ、まだこの後次第ですね。もっと入れていいのに。ひどいじゃないですか、煽るな。僕はね、角にがもうね、ドライバー入ってるね。あ、本当ですか。4000枚出てるから、15セットで4000枚だから結構入ってるよ。やっぱりブブブも入ってそうな台はあるよ。うんうん、期待です、うん、大丈夫そうよ。最近モンキーターンハマってんだけどな、めちゃくちゃ面白いよ。面白いですよね、モンキーターン。あ、打ってる。あ、打ちました。青島、初打ちの時に青島 SD 入れて3500枚ぐらい出たかな。その時はスナニオが名古屋の巨人、愛知の巨人、あ間違えた。勝手に名古屋人は、ね、愛知のこと名古屋って呼ぶんだよ。すいません、悪い癖だからな。でもすごいね、3500枚も出したんだ。確か3500枚ぐらい出しましたかね、はい、俺5000枚。すごいじゃないですか。マウント取りに行くよ。マウント、今日はマウントヒケさんですね。マウントおじさんいるよ。マウントおじだ。わあ、マウントおじだ。おじの字は地に点々って怒られたからな。今日の朝並んだ時に前回のテロップでちょっとダメなとこありましたよって。最近の若い子はおじさんの字は地に点々ですから。知らんがな。怒られた。3枚目600でちょっとチャンスゾーン来そうです。誰が来ると思います。さきです。アキラでした。決めるぞ。お、このリプレイでワンチャン。なー、行ってない。どうだろう。あ、行ってなかった。やばい、何も行けない。あー外したのか、外したのか。
と。まあ今日だね、まあ、一応このまま意識した方がいいですやばい、そんな冷えって言うほどじゃ大丈夫。いやでもビーチで WANA です。 WANA 読んでください。何ですか WANA 読んでください。 WANA WANA はい、ワーナー。はい正解。えひどいじゃないですかでもビーチ、いやそれはね意識しなきゃダメよ。はい、もう一回出たらちょっとやめれなくなるよ。そうですね、はい、日頃で456の可能性で見ましたもんね、はい、大蔵革命でよし。ちょっとちょっとちょっと俺には髪がついてる。あやったそういえばお伺いするの忘れてたんですけど、はい、ヒゲさんは今日何時までいらっしゃいますか。できればまあ8時ぐらいまでにはケツはつけたいと思ってます、はい、そうですね、頑張りましょう。さあ私打ちたいスカイ拾いました。え、何ですか何ですか。カード強いじゃん。うん強いです。ドラ花のカードで、はい、ビッグ4バケ10で、え、バケが260分の1ぐらい引いてたいがって。やば、ドラ花って6でもバケ400分の1だからね、はい、今日ほんとさ、花のカード付近が割とさしっかり出玉ついててさ、人変わってないんで、こっちもほらここもさ、1、2、下3箱カチカチですよ。ここも角から角3までね、裏も角2がもう2箱持ってるんだけど、オキドキゴールドも角がすごい綺麗にでも持ってるんですよね。今日マジで角いいんですよ。そんな中これっすからね、ビッグ4バケ10まだ2700なんですよ。もちろんマイナスなんだけど、ビッグの引き化けなんだよね。この今日の店内状況で花々の角付近こんだけ強くて、レギュラーが6ぶちぎってるんでしょ。これは打つ価値あるよ。よし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 、ワンチャン来たぞ、行くぞおしまみ勝負じゃ。さあ打っていきましょう。通りね、ドラゴン花々先行、ドシンダイ、初打ちです。おー、まあ、花々は大丈夫よ、俺は打ってるから。いいね、ドラ花ね、新しいのね。誰だ、さきちゃん。お、追加引いたと。引いた、すげえうま。近く、うっしゃいい近くだ。次こそ入れるぞ。え、来ました、マリア覚醒。あ、ゼロ、はい、ついによし。あ、1回目だったの。そう、あはははは、嫌い、ヒゲさん嫌い。でもね、俺もね、1回目光ってないよ笑ってんじゃねえかよ、嫌い、この人嫌い、めっちゃ笑ってるよこいつ違う、俺のオーバーの笑いだけど、それ本心の笑いや違いますよ、なんだこいつ。オープニングでは聞けなかったけどさ、はい、その今回勝った時に何でも1個言うこと聞いてくれる、何でもってどれぐらいのとこまでいいの。ダメな NG ワードはあるの。なんかエッチなことはダメです。いやいやいや、頼まんて頼まんて、なんか鼻フックとかや、ブサイクなどやりたくないです。あ、そんなのさ、俺それさせてワインでも飲むのそんな性格悪く見えますそうかそうか、ドッキンコ、またチャンスのする人だろう。ポルト
はい、スルーしました。おつまみちゃん、はい、もうすぐ600になるんだけど俺。そう、いつ何回転で当たります？次どうだろう、1000いきそうな気するな。本当ですか？この竜は登るとこまで登るぞ。おお、だからこの戦いを面白くするために、はい、今はめてんのよ。なるほどね、さすがヒゲさん、絵作りを手伝ってくれてる、ね、それで、はい、そのブブブが超ラッシュ入って、はい、その超ラッシュよりも、はい、この離れんで出すんだよ。なるほど、で勝つ。なるほど、ねじ伏せてやる。ひどいな。そのアキナは当たります。本当ですか？はい、大丈夫です。決戦ボーナスに行きます。いや、革命引きます。わー、当たりました。嘘、決戦期か、やだ。いやー、予想通り。ちょっとね、最近決戦やるときにやってるオカルトがあるんですよ。よそ見だほう。くっそう思んなかったね。想像の底と外から来た。くっそう思んなかったんだけど、マジで。いや、いいな、かわいい。ひどいな。よそ見だほうか。それ、花ジャグラーで使うやつよ。いや、あの、音で知らせてくれる完全告知です。えー、ダメ。なんで。あ、に、あ、い、埼玉ち。はい。あー、うわー。あ、またビーチ出ました。え、これ2回目なんで、2回目はもうあると思っていいと思います、はい、どっちも見せ場なんもねえな。やばい、俺なんか1回も光ってないんだぞ、マジ。光物、光物やべえぞ、マジで。2万円使って1回も光ってないぞ。あれですね、あの WANA ってやつですね。なんだろう、罠、やめてー。罠返しくなった。罠返し。そうか、このレギュラー確率は WANA だったか。引き戻しはなかったです、悲しい。で、引き戻しって当たった後の人が喋る言葉じゃん、それ。俺一回も当たってないんだよね。え、俺の方が悲しいわ。なんで年内最後の収録で俺2万円使って1回も引かんないんだわ。なんだそれ、俺パチスロ下手すぎるだろ。めっちゃ笑うやん。ねえ、米どころがなんかあのキレッキレすぎて。おしまめちゃんは今投資いくら？今2万3000ですね。さあ765。おお、レギュラー、投資の方が総投資19本。おう、さあこれでまたレギュラー確率が300分の1まで戻っちゃいましたね。ビッグはまだ4回、レギュラー11回。光った、はいはい、4回転、こんなもんだよな。ビッグなんだ、はい、よし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 、来ましたよ。で、1回転目にスイカ、よくできてらっしゃる。さあ逆襲始めましょう。登れ、相当の、いや、トリプルドラゴン一本は俺だよ。よーし、112、勝っちゃうなこれ、おじさん。はい、バチコイビッグ。いやー、いいですな。初めはどうなることかと思いましたが、ちなみに1回目のビッグはスイカ2つ落ちてます。やっぱありそうですか。いや、どうですかね、まだ分かりませんけども、この分かんない最中が楽しい。答え合わせしていくね、この過程が好き。さあ、スイカなしでございました。よーし、64。すげえレギュラーくんだけど、大丈夫かこの台。さあ、またレギュラーが300分の1切りましたよ。いや、どうなんだこの台は。こういう時にね、寝台は体格がないから困るな。さすがにこんだけレギュラー引けてりゃ、もう下ってことはね、
ないと思うんだけどね。あーデフォルトもうこんなんばっかだよ。でもね、はい、まあ人がこれで僕で3人目だと思うんですけど、見てる限り打ってるのね、はい、この花ドラゴン花花先行、はい、打つ人みんなレギュラー引けてるんで、あーそうですね、うん、まあね設定はある可能性は高いと思います。なのでそのうちビッグの連打が、怒涛のビッグ連が星間美を襲う。負けない負けないぞ。うわまたハマり始めたな。むずいなドラハナ。さあここで私3枚目、多分これで足る。俺の予想はもうこいつはここからそんなに悪いことにならない。本当ですか、うん、ファイナルアンサー大丈夫です。ピエン5枚4枚え5枚目5枚目だ。わーやばい。でもブブブでさ、はい、超にいられてなかったらただ減っていくだけだから。いやまあそうですね、それは5万円はまだこの時間帯だったらね、傷は軽傷の方ですよ。そうですね、まだ割と。さあ光りましたね、すぐ光った初戦。言った通り292負け負けだよ、すごい14レギュラーだけゴリゴリ出るな。やばいですね。大丈夫本当に絶対セットあるだろう。色は今のところ青、黄色、赤と出てます。これで緑が出れば1対1対1対1。赤なんだ、へえ、まあ、この後どうなるかも知りたいですし、ドラゴン花花とは絶対にこの後付き合いありますから、はい、今日はちょっとこれを打っていこうと僕は思います。打ち切っ、はい、ちゃおうかなと。おやばい、 AT5 さっきの化けからもう700ゲームハマってます。ボーナス観天井行きそう。雷蔵が来ました。雷蔵、あ、はい、雷蔵さんか、はい、400で雷蔵さんが来ました。あーあーありがとうございます。お、行ったか。ベルナビで来ました、なんとか。あー苦しかった。決戦、決戦、革命、決戦だ。うわ2回目、お互いちょっと苦しくなってきたね。そうですね、もうマジきつい。超入った、ダメでした。あ、ダメだった。まあ、また300近くなってきましたよ。いやーこれ前任者とね、その前の方がねギブアップした気持ちがよくわかる。あしんどい。俺はしないけど、俺はここから咲かせてみせます、はい、お咲かせてみせます。
やばい。マジきつい。よかったし。わー、息戻った嬉しい。あと1個じゃん、あと1個。嬉しい。あと1個、あと1個じゃん、あと1個。嬉しい。これは入れろよ。めっちゃ嬉しい。頑張る。もう引け物しただけなのに嬉しすぎて。お願いします。お願い。また300。ビッグどこ行ってる？ビッグ。ビッグを楽しむ大事ないの？このドラーナはね。どうなってんの？もう3枚消えちゃったよ。次4枚目だよ。あらはらに4枚目だよ。いやどうなんだ、もうドラハナのレギュラーは信用しない方がいいのか。ちょっともう一回ドラハナコーナーの履歴をちゃんと見てこよう。さあ飲まれましたよ、これで30本が消えました。一回ドラハナコーナー見てきます。やっぱり出玉持ってる人は当たり前だけどビッグ変更だよな。そりゃそうだよ、ドラハナだもんな。これ4箱持ってる方が25の7、19の8の方も200カチカチ、その横の方が、まあこの方も確かビッグ変更ですよね。次にまた200を3箱持ってる方も22の5で、その横で4箱持ってる方が25の11、まあ倍以上ビッグ引いてるわな。そりゃそうだな。あれこれ引き戻したんじゃない？引き戻した。超入ったじゃん。めっちゃ嬉しい。47,000投資ですかね。さあ伸ばそう、あとは。はい、47,000投資の久しぶりの超革命。目標はいくつですか。とりあえずまくりたいので、はい、2500枚以上は出したいっす。お、出そうぜ。マジでブブ苦しい。そんなもんよ、いつもブブブなんて。いやもう1週間ずっと3、4回打って、まだ今週まだ1回もスーパー入れてなかったんですよ。お、久しぶりに入ったじゃん。そう、だからめっちゃ嬉しくて。いやもう溜まった分いっぺんねんじゃない。そうですね。いやもう溜めら溜めるほど出んだから、うん、あ、下ネタ無視された。すいません。いいよいいよ、頑張れ。まあ、外したの？外しましたっていうか、まあ、うん、取れてなかったです。取れてなかった、ね、
めっちゃ意地悪だね。めっちゃ意地悪です、とりあえず2500枚目指そう。なんでコンプリート目指さないんだよ。いや、とりあえずあの順番に、いや、コンプリートしますよ、したいですけど。おうよ、もう言っとけよ、コンプリートしますって。コンプリートします。おうよ、コンプリートしなかったらもう星豆の負けだよ。やだやだ、出ました。おし、いいじゃん。写真撮っていいですか。いい、あったね、結局ありました。よかった、やっぱ紫2回出てるからね。そうですね、嬉しい、ありがとうございます。嬉しい、生かさないと、初めて自分の代で、あ、そうなんだ、あのビースト入らした。いや、これで満足してはいけない、ちゃんと出さないと。そろそろドライブ頼む。続いてあげて、続いてあげて。ああ、よかった。いや、光ったー。610、よし、プレミアム引き戻そう。36本ですよ、総投資。あれ、こちらちょうどプレミアムで引きました。おお、ちょうど終わりました。ちょうど終わりました。これ俺が引いたのが悪いみたいになってます、大丈夫ですか。なんかリンクしてます ね、 やだな。終わった瞬間に俺プレミア引きましたけど。大丈夫、引き戻します。これのせいじゃないですよね。はい、違います。大丈夫ですね、はい。まあ、でも2000枚出てくれたんで半分以上はまくれましたね。マジでレアよく噛み合わなかった。なんかちょうど、いや、マジこれあるあるですよね。ゼロ地点のとこ行ったら終わっちゃうやつ。いやー、そっから よくあるよね、それね。そっから食えるのにってとこね。そう、早く入れてやればまたドライブ飛んでくるかもなんでね、頑張ります。いや、いい具合に気持ち入ってましたよ。あのビースト範囲入れてるんで、あの私これ頑張って打ち切ろうかなって思います。いいと思います。はい、じゃあ勝ち。マジでスイカ落ちるんだよな、これ。これ5の5だぞ。もう絶対あると思うけどな、マジで。さあ、終わりましたけど、まあ、みんなもうないと思ってると思いますけど、僕この竜は登れるやつだと思ってます。さあ、登ってけ。登るか登らないかはもう回さなきゃ答え出ませんから、回していきましょう。こちらも409馬さん決めます。お、斜め。間に合った。なんとか早く戻ってこれた。またハーノインか。お、ワンチャン。おー、いった。なんとか1個はゲット。行けました。決
決めちゃえ。行けましたー。え、びっくりした。あ、行ったね、ついにドライブも。行けました。あ、嬉しい。めっちゃ久しぶりのドライブ。いい音。めっちゃレイアーク引いてく。え、弱チェン一パーやば。噛み合ってきた、嬉しい。よかった、消えてなかった。見たことある。あ、注目来ました。いきます。ありがとう、頑張ろう。おー、嬉しい、久しぶり。ありがとうございます。4000枚終わっちゃいました。また2000枚ぐらい、2482枚。いや、本当こんな今年最後の実戦でリストハイ出せるなんて本当に嬉しすぎる。まあ、みんなもうないと思ってると思いますけど、僕このルールは登れるやつだと思ってます。さあ、38。おへへへへ、乗ってきましたよ、登れるんです。129。行くぞ、登るぞ、登るぞ。ブースター、よっしゃ。みんなお待たせしました。はい。来ました、原地か。おー、よし、来たぞ。おーし、うれー。よーし、よし、よし、よし、5連目だぜ。よし、こっからだろ、勝負。よし、勝った、101、1回転遅かった。いいんだ、いいんだ。レギュラーもちゃんと引ける。うわー、緑、揃ってきたぞ。赤に緑1、黄色1、青1。よし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 、勝ち。
ランプに光るようになってきましたね。当たり前だよ、こいつは設定6だ。え、そうなんですか。こいつの設定は6だよ。本当ですか。6だ。どんな結末になるか見とけ、星丸。俺がこんなに静かに収録するってことはそういうことだぞ。そうなんですか。負けませんよ、この子も6です。分からんけど。さあ、光った29。はい、これでまくりました。プラス息です。ジャグラールームもひっくるめて、さあ、ね、来たぞ。おむすめ待っとけよ、マジで。36歩まくったぞ。この店内状況でこんだけレギュラーついたドラハナの角が偽物なわけがない。ヒゲさんの目に狂いはなかったと。もちろんだ、何年この仕事してると思ってんだ。すげえ不安だった、すごい不安だったよ。よっしゃー、もうマジでね、しつこさだけは誰にも負けないんだから。自分を信じる力、信念と言います。さあ、まくったぞ。投資の方が36本46枚貸しでございますので1656枚。さあ、カメラ上見てください。さあ、最高枚数今1728枚まで来ましたよ。さあ、おじまみウィーすおじまくったぞ。ぬビーストハイが出た、はい、ブブブと、はい、おじ推定6のドラハナ。相手にとって不足はねえや。勝負だこの野郎。盛り上がってまいりましたよ。はい、時刻はただいま6時半。置いてかもう先行かせねえから。よーしよし、90。おー、耐え。勝ったプレミアム69。エロいぜエロいぜ。おおい、イエーイ。よっしゃ25。止まらねえんだこいつは。おい、あ、レトロ。さあ、2000枚超えたぜ。あれあれあれ。まあ、初めてのマップ天井かな。オーライゾーン、ハノム。あー、マジか。これはピンチ。あー、もう気づいたらさっきの AT5 からもう948ゲームも経ってるんだ。アキラ決めよう。あー。初めての4人。よし、ここでレーン抜けたな。まだこいつ伸びそうな気すっけどな。ちょっと手加減してやっかな。時間だしな。よし、じゃあ俺ここまでにしといてあるわ。よし、頑張れよ。ここで次星まみがもう一山持ってくれば星まみの勝ちだ。時間までに一山持ってこれなかったら俺の勝ちだ。さあ、星まみ最後の踏ん張り見せろよ。じゃあ、下は正先に私源氏は終了したいと思います。ドラハラ先行最高でした。さあ、星まみちゃん、はい、なんでここでやめたかと言いますと、はい、まあ、星まみちゃんにチャンスを残しましたから。そこでラッシュ入れることができれば星まみちゃんがまくれる枚数になってます、はい、さあ、おっぱい演者なのか、それともパチンコバスのが大好きなおっぱい演者なのか、そして勝負に勝つことができるのか、このあたのあなたの好き次第でございますよ。さあ、星まみちゃんのエンジェル君見せてください。私は待っております。舞台が作ったぞ。ダッシュ入れてみせます。はい、頑張れ、はい、気づいたら応援する立場だ。
もうこれは共闘ですね。そう、最終的に共闘になったね。はい、はい、ありがとうございます。いいのよラブ言った散々嫌いって言われたんだけどさあここよ最後さあどうなんだ、さあ頑張れ、無事突破できれば、見事突破できれば大島美ちゃんの勝利でございます。見せてください。はい、集中してんな。ちょっと俺までドキドキしてるよ頑張れ、みんな応援してあげてください。いける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 、ベルレンでもいける、いける距離でいける距離、こっから引き続けばいいんだから。いける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 、ねえ、あありがとうございました。頑張った、結果発表惜しかったね、はい、どうですか、やりきったね。でもね、そうですね、ちょっといや消化不良の顔してるいやでもね、最後までどうなったか分かんないからね、一応あの結果発表しようぜ、はい、どっちからいく、うわーじゃあ聞こうかな、はい、朝一387番でバルブレイブ、あと残り5台ぐらいだったかな、スッと抑えて、ちょっとね、あの前回奥側がちょっと強かったので、いいかなと思って、ビーストハイまで出ましたからね、はい、10セット目でしたか、覚えてますよ、もう絶句でしたね、自分で出したのは初めてだったんで、めっちゃ嬉しかったです、はい、で、投資が47,000、はい、結構いきましたね、結構いきました、最初ハマっちゃって、で、回収が2222枚、お、ってことは3枚数はプラス60枚いやでもちゃんとプラスなんだ、はい、大したもんでございますよ、はい、さあ対する私源人でございますけども、朝一抽選がね600万ぐらいだったかなで一応ワンチャン狙って今までのお店の傾向上入ってたら嬉しいなぐらいのでファンキージャガーが打ちましたが、まあね周りの状況を見てちょっと2000円で1回も引かなすことなく早見切りしました。なぜなら勝負って言われたから、ね、裏切ったらもうちょい打つんですけども、はい、いや待てとガッチガチに行きました。でその後、店内をこう見まして、まあ今日の入れ方の法則はこんなんなんじゃないかなと、それで座ったのが寝台のドラゴン花花先行でございますけども、いやー辛かった本当にねレギュラーはゴリゴリの6以上だったんですけどね、ビッグが本当にいけなくて、私も総投資が36本までいきました、1656枚です。ただ見ましたよね、あの花近から俺すごいね静かに回してたから、よしよしってサイレントヒゲさん攻撃が、はい、腰淡々とガバッと一噛みいこうと思いまして、はい、最終的には1933枚の回収ということで3枚数がプラスの277枚、さあというわけでね、はい、おしまみちゃんとの差が217枚で、めっちゃニコニコやん、いやいやだってさ3種入れるのはね本当惜しかった ねめちゃめちゃ惜しかったですでしょ、はい、すげえ悔しそうじゃん、いやめちゃ悔しいですよだって4000枚出してた時はもう勝ったなって思ってたんですけどさあというわけで、最終的な結果はサマイ勝負、私源人の勝利、やったぜ。あれ確かこの勝負に星間美ちゃんが勝ったら、はい、まあ、パチンコパチスロが大好きなおっぱい演者でしたけど、あれ負けたら何でしたっけね。じゃあ、前回から持ち越した結果の方発表させていただきます。星間美ちゃんはただのおっぱい演者もしくは星間美ちゃんはパチンコパチスロが大好きなおっぱい演者、どっちなんだい。でパチンコパチスロが大好きなおっぱい演者でしょ、
これはね、今日はもう勝負に私勝ってしまいましたが最後まで諦めない姿勢そしてね、終わった後にまだ今台を押さえてあってもうこの後打つって言ってんだから、まあ、それはね、よっぽどパチンコバスルが好きじゃないとできないと思います。なのでもう非現人認定、ヒゲ印のパチンコバスルが好きなおっぱいんです。イエイ、はい、ヒゲ印、ヘッドだぜただ、こんなに綺麗なあの絵を作れたのはまあ一重にですね、今日のお店の状況あってのことだと思いますので、はい、今日言った通り12月の30日ですよ。もう年末の連休に入ってますが、はい、今日も、店内大いに盛り上がっておりました。そして、最後の店内状況は星豆ちゃんに見に来てもらいましたので、星豆ちゃんお願いします。 GO。 さあ星豆ちゃん、店内状況の方見ていきましょう、はい、今日は任せていいですか。もちろんでございます。よし行きましょう。はい、早速、はい、カバネリから行きますかね。今回ね、今月からこれ上にすごい、見やすい2300枚、2300枚、今頑張ってらっしゃる1300枚、今1400枚行きましたね。3200枚飛んで、今頑張ってらっしゃる4000枚で飛んで飛んで、すごいね、すごいです。5693、空いてる。おお、その横も5000枚、まだまだ更新されるかな。でその横も2700枚、すごい、2000枚、4000枚で2000枚、2000枚、みんなうまいですね。わあ、なんかこれ見る限りやっぱり今日も固めてるっぽいね。そうですね、見てください、角にから5000枚ですよ。すごい、その横も何が2000枚だから ね、 ね、全然3600枚で、お、2400枚飛んで、やっぱ真ん中に少し飛んでるね今日。そうですね、この辺2800枚、お、3500枚、すごい、お、3900枚、この辺からなんだよね、税機械はね。ここからすごい、奥角がね、2800枚、4800枚、5100枚、すげえ、すごい、4700枚、ここら辺めっちゃやばいですね。前回はだもんな。すごい。で、お、反対向いてこの角、もう5000枚、5000枚何回言いました、すごい、5000枚、2400枚、2000枚が普通だもんね。そうですね、平均がもう2500枚、3500枚、3000枚、2500枚、3000枚、あー、4000枚だ、すごい、はい、すごいね、はい、2400枚、2000枚、はい、なんか座られてなくても全然2000枚の台がすごい多くてですね、だから2000枚オーバーの台から5000枚オーバーの台がだいたい固まってそうですね、ある感じ、うん、すごいです、ね。だからカバネリコーナーは、まあ、ここ最近の法則で言うと、やっぱ出てる周りが調子よく出てる挙動してたらちょっと粘ってもいいんじゃないのみたいな。そうですね、うん、私も今日朝狙ってみたんですけど、はい、ちょっとダメでした。はい、今日もカバネリこんな感じでしたよ。よい、次行こう。はい、はい、お次がグランベルム行きます。なんとこの角台、さっきの人が4箱流されてから別の人が座ってる方なんですけど、あのもう2箱持ってます。ね、内容的にもどうなんですかね。トータル5000枚出てます、ね、すごいですね、でその横も4420枚出てます。すごい、ここありそうですね。これまた手前なんですよ、これ、ね、やってるんですよ。これこの前エウレカあったとこじゃないですか。そうなんです、ね、この間もここやってましたから、ね、でしかもこのコーナー奥すごいんだよって。星豆ちゃん奥行った、奥、はい、行きましょう。すごい、見てください、別積みだらけ。ここも今やめられちゃいましたけどもね、良さそうですよね、はい、まあ並びでここも、うんうんうん、すごい。こちらも3000枚で4箱持ってますから ね、こういう間でスポットで空いてる台、この間のカバネリでも言いましたけど、こういうとこもし空いたら打ってみてください、狙い目。よし行こう、はい、今日テンスラがすごかったんですけどね、もうみんなやめられちゃったんですけど。テンスラすごかったんだ。そう、出て4800枚、じゃあ出玉の方行っててください。はい、4800枚、5400枚、すごいね、3970枚、4000枚、おすごいね、お、1000枚だけど、ここももう2700枚、お、6000枚出てる。うわすごい、6600枚、はい、でこちらもまあ1300枚ぐらい今出てて、まあだからここ全部また塊なんだ ね、え、前筋肉マンって今回はテンスラですか。いやこれワンチャン山沙推しやってんじゃねえのこれバンちゃん、はい、頭に入れててください。はいじゃあバルブレイブいきますね。5000枚、5000枚、朝からすごい、もう万枚持たれてますよ、すごい。こちらも4000枚、こちらも、え、万枚出てますよ、え、やめられてる、え、ワンちゃんでこちらも2500枚、こちらも万枚で、こちら5000枚、
この辺りも結構ドライブの音聞こえてたんで悪くなさそうでした。でこちら2000枚で私の今日、まあ、マックスが4000枚で、その横朝からドライブ良かった2800枚。ワルブレイブ全体的にベースが高そうで、私の周りも結構ドライブの音めっちゃ聞こえてたんで、それぞれちょっと並びでありそうな雰囲気ありました。万枚オーバーだけでも3台ございました、ね、すごいですよ、万枚オーバー3台、はい、さあこちら花花ゴラでございますけども、128すごいよ、34の20、うん、もうよ3000枚オーバーの120分の1。おお、角やっぱいいですね。そうなんですよね、この辺が塊なのかな、2箱、3箱、2箱と思ってます。そうですね、すごい、はい、やっぱ30杯は目立ちますね。35の26、129分の1。おー、並びでありそうですね。ありそうですね、29の26、140分の1。おー、はい、まあかなりベースは高いんでしょうね、2000枚、なんか飛びですかね、3000枚、でもこの辺は塊よ、もう絶対2000枚、41の10、36の19、21の16、38の13、32の15、39の16、でこれでも20の19、レギュラーついてます、うん、38の17、で16の9、ちょっと弱めですけど、最後私言ったのが20の22、はい、まだご泳ぎしてる方いらっしゃいますということで、花花もね、この中通路側からずいずいずいと並びで、かなりの高ベースだったんじゃないでしょうか。はい、さあ、最後、スマスロ見に行きましょう。では北斗見ていきたいと思います。はい、行ってください。はい、さあ、こちら20回ですね。フォロワーさんからも、お、こちら、あ、今レインボートロフィー入れてます。すごい、25回ですね、さすが。結構良さそうな台多いですね。フォロワーさんからも、お、こちら20回、23回、なかなかいいんじゃないですか。お、角、やっぱ角いいですね。こちらも22回なので、さあ、もうワンボックス、こちらの角台26回もう回数ついてる、すごい、すごいね、26、ね、すごいですね、9時ですよ。でこちら20回、20回オーバーだったら結構ゴロゴロしてるんだね。そうですね、22回、あ、22回ここ空いてますよ、すごい。お、24回、こちら20回、お、23ありますよ。でこちらも並びに良さそうです、23と20。お、角のこちらも20、やっぱなんか角いい感じそうですね。はい、じゃあ続きまして、皆さんご注目の絆2天然いきたいと思います。めっちゃ出てます、50台入ってますからね。50台ですよ。こちらの方もすごい、4800枚も持ってらっしゃいますしね、すごい。こちら4000枚ですよ、すごいですね。こちらの台8000枚出てます、すごいですね、すごい、見てください、7474枚。こんな出るんですね、すごい。この方も9000枚持ってる、すごいな、見てください、7000枚ですよ、すごいですね。はい、天然見ていきましたけども、これだけ盛り上がってるっていうことは、まあ、カバネリももちろんこれからも盛り上がっていくと思うんですけど、天然もお店からのやる気をすごい感じますね。これからの動きに注目です。いやー、12月30日ですよ、皆さんね、見ました、はい、ええ、すごいね、本当にさ、チャンスのないコーナーないですよ。本当ですよね、店内状況でちょっとジャグラーコーナーとかはちょっと言わなかったんですけど、うん、あの辺にもきっちりレギュラーついて黄金比率の台ございましたからね。そうですね、マジでノーちゃんのとこないですよ、うん、正直オキドキゴールドもギャンギャンでしたから ね、 そうですね。ただ全体的な、うん、まあ今日のキーワードとしてはやっぱり目立つところっていうのと塊かなっていうふうに思いましたね、うん、そうですね、うん、特にやっぱり強かったのは、もう星まみちゃんもきっちり言ってくれた、あのカバネリコーナーも今日もね、はい、すごかったです。あの、はい、あれついたことでめっちゃより分かりやすかったね。めちゃめちゃ見やすかったです。ちゃんとレインボーになってね、うん、あとは天然が何気にもすごかったです、ギャンギャン出てたからね、そう、やっぱりあれ使ってると綺麗に出るっちゃ出るんだ ね、 本当に分かりやすい、うんうん、あれはお店が力入れてるかどうか分かりやすい機種なんで、はい、今後もちょっと注目していいかなと思いました。はい、はい、さあ、そして星まみちゃんが打っていたブブブもね、はい、そうなんですよ、朝からねいい感じのドライブの音が周りから聞こえてて、うん、いや、なかなかいいんじゃないかなって思って、そしたら気づいたらもう通路側の内角の方もう満枚出てましたからね。あら、すごかったっすね、今日満枚3台ですね、ね、素晴らしい、いいじゃございませんか、本当に、はい、うん、まあ、この店内状況があったからこそ、僕このね遅い番号からでも店内からきっちりですね、うん、まあ良さげな台に座ることができましたんで、はい、はい、
今後も盛り上げていっていただきたいなと、はい、そう思いました。まあでも年末の休みでこれだからね。そうですね、今後も皆さん期待して大丈夫だと思いますから、うん、はい。ただ扱うは今回で終わりですよ。ピン、はい、ですがこの扱いに出ていただいた5人の中で、はい、一番再生数を取った方が冠番組をまたこちらのプレイランドキャッスルアスタ店で収録するということで、はい、果たしてさあ星まみちゃんどうですか、トップ取れそうですか。いやー今日は割と、うん、まあまあまあ、あの手応えは綺麗に手応えはあったんですけど、ちょっと失速しちゃったのが自分的には。久々だったでしょって。そうなんですよ、スーパー入れたのなんと1週間ぶりです。5回ぐらい打って、絶対久しぶりじゃねえじゃん。いや5回、5日間打ってですよ、はい、1週間で5回バルブレーブ打ってんの。え、だいたいバルブレーブ。はい、さあこんな星まみちゃんでございますけども、はいはい、トップ取ってほしいという方はですね、ぜひですね、星まみちゃんの動画いっぱい見ていいねとですね、コメントの方もよろしくお願いいたします。お願いいたします。で新動画でございますが、まあ、トップになった方と2月ぐらいから収録していけたらなと思っておりますので、はい、そちらね、私現人の X、 はい、これで新情報あり次第ですね、皆様にお届けしますので、フォローの方よろしくお願いいたします。お願いいたします。さあ全10回にわたってお送りしてきました扱んでございますが、今日で最後でございます。はい、星まみちゃん、はい、お疲れ様でした。いやー、もう泣きあり笑いあり、 はい、楽しかった。さあというわけで、また新番組でお会いしましょう。さようなら、せーのー、あつかー、イエーイ。